すと中からこう木の実とかいろいろこう出てきて、うん、こういうやつとかそうですね、木の実これとかもそうですね。であと海藻だとそこに絡まって一緒に来た稚魚とかね、なんかそういうものもたまにあったりするので、そういうのを見ていくと、まあ普通貝を見ちゃいますけど、それ以外の木の実と貝殻以外のそういう生物、結構ね、いろいろ物語ってくると面白いんですよ。で、ああいう鳥の羽とかも、ここにいるトビとかだけじゃない海鳥の羽が打ち上がってることもあったりするし、あとまあよくビーチコミングのお掃除を一緒にしてる人たちが言っているこういうレジンペレットですね、プラスチックが細かくなって、で魚とか海の生物の胃に溜まって圧迫してるっていう、それがどのだけ多いか。私は専門家だから。この辺これを作ってたんだ。あ、そうですか。そういうもの、多分自然のものよりここだと人工物の方が多いと思いますね。その中でいかに自然のものを見つけて楽しむかということを、じゃあ30分間。この他に入れてもいいですか。誰が見てもわからない。気がついてるんですって。いやでもね、すごい硬いの。硬くて鉄っぽいんだけど、うん、でもなんかこんな石の突っ方って変でしょ、うん、なんだろうと思って。危ないですよ。びっくりした。水面と、うん、あとなんか、あ、そういうのあった、あった。網かなっていう、おさ、うん、釣りの網かテグスかというものを拾いました。他の方はちょっとこれ気になったの。カシパンって教えていただきました。よく漂着物いっぱい来て、ただこれはもうこうなっても発芽しないんであんま意味ないんですけど、日本海側のビーチコーマーで有名な人は結構拾ったクルミをそのまま食べたりして。なんかね、海の人はクルミって海に取りに行くものだ。そんなにあるもんですか。うん、結構ありますよ。これは中身も多分いらない。海だけじゃないんだ。ちょうどなんかそれでね、こういう陶器はこれもこれもまだ新しいんですけど、こういうのもね、打ち上げられた陶器を専門に調べてる人がいて、でもっと古くなったやつだと特徴的な模様があるので、明治時代にどこで焼かれたものだとか、あと戦争中に安い完成の皿で作られたものだとか、そういうリストがね、ちゃんとあるんですよ。これはまだもう全然新しいので、もうトゲトゲだし、まあ、つい最近のものですよね。あと他は、あ、木の実もあります。あ、レジンペレット、これはちょっとお作りになってた方、そうちょっと一言説明をお願いできます。でもこれはね、いや、間違いなくペレットというのは、比重は1よりか低いんです。だから水の中に入れると全部完全に浮く、すなわちこれは石ではない。さあ、これはもうちょっと調べれば、ポリプロピレンというのは 0.96、ポリエチレンのローデンシティポリエチレンって 0.92、 それは噛めば柔らかいんです。 0.92 のやつは硬いやつはハイデンシティポリエチレンかポリプロピレン。濁ってるのは高ポリマン。こういうふうに全部分かる。何に使うものですか。
こういうみんな皆さん持ってるこういうものの原料です。原料。なんでここに落ちたんですか。これは工場から排出されたいものですね。それを海で。だから。そうそうそう。海から流れてる。ただこれはもうちょっとよく調べれば日本のものかどうかっていうのも分かるんです。海外から。どうやって調べるんですか。成分？成分を調べれば。成分じゃなくて、まあ言っちゃ悪いんですけど、日本で作るペレットってのはものすごく綺麗でね、形がきちんと、そう、水素。その次。